松陰坂学院で治療を担当してます松田です。今日は地図と時差の求め方について勉強していきましょう。はい。で、地図というのは実際の大きなものを小さなものに縮尺したものだというのは皆さんご存知だと思うんですけど、その縮尺の方法や用途によっていくつか種類が分かれています。で、まず一番最初、小さい頃に誕生日プレゼントなんかで買ってもらった人も多いと思うんですけど、地球儀ですね。文字通り大きな地球のミニチュア版ですね。これは実際の地球を縮小したものなので、角度、方位、距離、面積比全て正しいです、基本的に。なので、まあこちらに今から説明するやつの、まあ、オールマイティバージョンみたいな。ただその地球儀をいろんなところにこう持って運ぶっていうのはなかなか難しいというのと、やっぱり縮小したものですから、なかなかその拡大したね、地球儀を持っていくっていうのとものすごい荷物になりますから、そうなかなか難しいということで、いろんな方法があるんだと思ってください。で、これ理科の授業なんかでもやった人いると思うんですけど、地球は1周4万キロです。なので例えば直径を求めてくれって言われたら円周率で割ればいいですし、さらに割るにしたら半径も求められますし、はい。で、具体的にちょっとここから勉強していきたいんですけど、やるやつは3つです。3つ、その3つが一番最初、メルカトル図法。はい、聞いたことある人もいると思うんですけど、メルカトル図法は文字通りこのメルカトルという人が発見した、まあ、作ったのでメルカトル図法って言うんですが、この角度が正しい、地図だと思ってください。なのでいわゆる航海図、船乗りの人ですね、こういうのに、使われることが多いということです。で、覚え方としてはもちろんメルカトル図法っていう名称、そして角度が正しいということ、航海図に使われるということ、じゃあどうやって判断するのって話なんですが、これは長方形で書かれてると思っていいです。これ中学生の皆さんは、例えば高校受験じゃなくて例えば大学受験とかねなった時は、この3つ以外にも、いろいろ、図法が他にもあります。サンソンとかボンドとかいろいろあるんですが、とりあえず、高校入試の範囲ではメルカトル図法が長方形で書かれると、ご認識いただきたい。なのでこれちょっとヨーロッパで用いられる、まあ、ヨーロッパを中心とした地図ですけど、普通に長方形で書かれている、皆さんが一般で一番目にするのがこのメルカトル図法です。ここをご認識いただきたい。そして次にこの正距方位図法、これ人の名前じゃないですけど、はい、これは何が正しいかというと、中心からの方位、当然南北、そして距離が正しいんです。中心からの距離。なので航空図、航空機で移動するとき飛行機ですね、これに使われるのが正距方位図法です。今例えば同時多発テロの影響なんかもあって、コックピットなんか入れないですよね。入れるときとかこの航空図、まあ、電子版で使われてるのまさにこれですね。はい。で、これは円だと、正距方位図法は円だと、メルカトル図法長径、長方形、正距方位図法円、こう覚えれば簡単です。はい。なのでこれ例えば北極点を中心にしたものです。もちろん北極点を中心にしたもの、中心にしたもの以外にもいろいろ中心にするものあるんですが、例えば北極点からだと当然、緯度の高いところがこの、北極点に近いところに来ると、北米あるいはヨーロッパ、アジアで、その南にこの実、正距方位図法ではより円周に近い部分に、南緯、大きいところが来るというイメージですね。はい。そして最後にモルワイデ図法です。はい。モルワイデ図法は、面積が等しい、あ、して面積比が等しい、実際に面積が等しいな、全く地図と同じ、地球儀と同じ大きさになるんで面積比が等しいというのは、例えばこの長方形のメルカトル図法だと、世界で一番大きな島グリーンランドですね、まあ、アメリカ合衆国がだいたい同じくらいの大きさになってしまうんですよ、どうしても。北に行けば北に行くほど、南に行けば南に行くほど面積比が大きくなってしまわざるを得ないですね、これで書くと。なのでそこを修正したのがこれです。はい。で、形は楕円です。なのでもうこれさえ覚えちゃえば、セットで覚えれば、まあ、得点は取れるってことになります。はい。
なので、まあ、位置関係はほとんどこれと変わらないと思ってください。楕円で書かれてる。じゃあどういう時に使われるのかって言ったら、これは分布図によく使われると。例えば、動物の分布だとか、まあ、今ですとコロナウイルスだとか、そういうのの分布によく使われるのがこのモノマネですということになります。はい、そして、これは中学入試でもそうですし高校入試でもそうなんですが、時差の求め方、これ毎年いろんな人に質問を受けるんですが、これ実は全然難しくないです。難しくない、いくつかのポイントに注意すれば。はい、でどういうポイントに注意していただきたいかというと、まず時差の求め方、教科書に書かれているちょっとマニュアル的なことを先に言います。時差の求め方は基本的に緯度は全く関係ない、経度15度につき1時間の時差が発生する。これ皆さんよくご存知だと思います。等星経180度なんでね。はい、なので15度につき1時間の時差が発生するってこれよくわかるんですが、じゃあ実際にどう出すのという話になった時に、これ具体的に自分で何時何時何時求めてみなきゃいけないんです。で今日は、3つの地点を用意しました。まあ、よくありがちといえばありがちなんですが、イギリスのロンドンですね。まずこれは、以前やった通り等星経0度です。本初子午線グリニッチ、グリニッチ点問題ですね。これがまず一つ。そしてもう一つは日本、はい、これ東京ではないですけども、兵庫県明石市東経135度です。これが日本で、一応東京も明石市も、同じ時刻というふうに日本は決まってます。国によっては例えば東西に非常に長い国ロシアとか、あるいはアメリカ合衆国、ロシアは9つに分かれてますし、アメリカ合衆国6つに分かれてるんですね、ハワイとかも含めて。だけれども日本は一応一つに統一しているということです。本当は割ってもいいぐらいいいんですけど、まあ分かりにくいんで一つに統一していると。なのでここ標準だから東京との時差って言われても変わらないです。ただ今回は一応日本ということにしています。そしてもう一つがこのアメリカのニューヨークですね。はい、ニューヨークで、ニューヨークはぴったり75度ではないんですが、約75度、整形75度ですね。はい、この3つを使いたいと思います。なので統計、そして、まあ、等星経0度、そして整形、まあ、どのところでもできるよと。なのでこことかでも基本的に同じようにやればいいということになります。はい、でまずこの時差を計算する前に一番重要なことは何か、それはこの日付変更線、すでにありました等星経180度ですね。はい、ここにあるといろいろな国の事情で、ギザギザになってるみたいな話もしました。でまずここに書いている2つのスターですね、これがめちゃめちゃ大事です。はい、でこの、日付変更線のわずかに西、地図上では左ってことになるのかな。なのでこの赤いところが世界で一番時間が早いところです。まずこれは絶対頭叩き込まなきゃいけない。逆に言うと日付変更線のすぐ東、ちょっと右、これが世界で一番時間が遅いということです。まずこれを絶対に頭に叩き込まなきゃいけない。なので地球の自転の方向から時刻というのはこういうふうに過ぎるということになります。なので一番最初はアジア、ないしオセアニア、ヨーロッパ、アフリカ、北米、南米の順番です。まずこれを理解しないと、これを知ってても絶対にできないです。もう一度言います。日付変更線のちょっと西、左ですね、一番時間が早い。ちょっと東、ちょっと右、一番時間が遅い。なので日本はかなり時間が早い国ってことです。相当。主要国の中で一番と言ってもいいぐらい。まあ、オーストラリアもあるんで、一番かどうか分かんないですけど、かなり早いですね。これまずご認識いただきたい。じゃあ実際にどういうふうに求めていくのかというのをこっちに書いてます。はい、で重要なことが何かというとここなんですよ。ここ、これいわゆる午前何時とか午後何時いうふうに僕らは使う AMPM。 ただしそれは時差を求めるときには僕はやめた方がいいと思う。分かる人はいいんですよ。絶対に24時の表記、24時間表記で絶対やった方がいい。その後修正すればいいから最後。まずは例えば午後1時で計算したら分かんなくなるんで13時、今日本が統計135度が5月12日の13時というのを規定します。
さすれば、ロンドンは少なくとも日本よりかは時刻は遅いですね。この図から見たらよくわかる。じゃあ何度差があるかといったら0度と135。135引く0ですから、当然135割る15をしてあげれば9になると。まあ日本とロンドンの時差が9時間というのは超有名な話なんですが、なのでここから時計を針を12時間して9時間戻してあげればいいよねと。9時間戻したら何時になるか考えていてほしい。普通に引き算です。これから9を引く4時、すなわち今ロンドンは朝の4時だってことです。いいですか、はい。で一応青の方を時間が遅い方ということで丸しています、はい。次に日本とニューヨークの時差を聞かれた時です。すなわち例えば統計同士なら全然問題ない、それは普通に引けばいいから、整形同士でも問題ない、引けばいいが、ただし統計と整形の時間を聞かれた時にいきなりここに行かないことです。まずは必ずロンドンを経由すると思った方がいいです。ロンドンを経由してロンドンまでの時差を出して、そっからロンドンからそこまでの時差を出して足してあげればいいんだから、絶対にそうやった方がいい。これは慣れてきたらいいですよ、できるようになったらね、はい。なので日本とニューヨークの時差を出すときにロンドンとニューヨークの時差を出しましょう。簡単ですから。これだってロンドンは統整形0度ですからね。アメリカ75で、75から0引いてあげて割る5してあげれば5時間の時差なら間違いない。何回も言う、こことここはどちらが時間が早いかって言ったらこっち決まってます。なのでロンドンが今4時だったらさらに5時間前、ニューヨークは1日戻って5月11日の夜の23時、午後11時ってことですけどね、23時ということになります。 OK、 はい。さすれば東京とすなわち日本とニューヨークの時差って言われたら足してあげればいい。だから14時間、何時間時計戻すとかそんなのこといらない、もう出てる。だから5月12日の13時だったらニューヨークは5月11日の23時。間違いようがないです。このステップを踏まないからどんどん分かんなくなるんですよ。もう一度言います。まず必ず24時間表記にする。もう一つは必ずロンドンを経由する。この2つです。よろしいですか、はい。で一応ちょっと難しいところとかでちょっと触れられたりするんで書いてるんですが、サマータイムっていう制度が特に、欧米を中心に取り入れられてます。これは夏の間だけ日照時間が長いですから、その間だけ時刻を1時間早めることで、まあ、その余暇の時間だとかそういうのを有効活用しようねっていう制度です。ただし 99% サマータイムは考慮しない書かれてます、時差の問題は。なのでこれ無視していいです。ただし、まあ、日本は導入していないっていうのは知っときに、知っといてください。まあ、韓国とかも導入してないですけど、はい。それでは問題編の方移っていきましょう。